ポップティーン TV。 ふみっき、ちょっとすごい素敵、ふみっき、ふみっき、かわいい、ぜひせっかくですからふみっき、そのままランウェイを、そうですね、歩いてそのドレス姿見せてください。より近くにちょっとみんなの元に行ってもらって、すごいね、かわいらしいですね。なんて綺麗なんだろう、お姫様よ、お姫様、ね、お姫様、すごいね、これだよ、これまた綺麗だね、これがクミッキーね、これがクミッキー、色合いもとっても綺麗ですよ、すごいな、憧れてるもんね、とってもモデルですよ。さあ、実はですね、ここで、はい、かつてクミッキーと一緒にポップティーの紙面を飾っていたモデルの仲間の方が駆けつけてくれています。登場していただきましょう、どうぞ。誰だ誰だ誰だ、誰が来てくれているんだ、誰だ、誰、どこだ、さあ誰だ、ね、ステージ上にはいらっしゃいました、マリモさんです。マリモさん、わざわざ、お願いします。ふみちゃん、6年間お疲れ様でした。卒業おめでとう。ありがとう。はい、はい、まずはじめに、今日は本当に本当にポップティーン進撃祭にお越しいただき本当にありがとうございました。やっぱり6年間っていう月日はすごく長いようで、今思うとすごくあっという間だったなって思うし、本当に私の中でポップティーンっていう存在はすごく学校のようなところで、毎月当たり前のようにこう撮影に行ってはみんなにいろんなことを教えてもらったり、教えてもらって成長してっていう、そういう素晴らしい場所だったので、すごくその場が今日で最後なんだなって思うと寂しい気持ちにもなるし、本当に本当に出だしの頃の私はすごく弱かったというか、本当に皆さんに支えられて、スタッフさんだったり周りのモデルさんだったり応援してくれる皆さんがいたから、こうやって今までここまで来れたんですけど、うん、なんだろう、なんか実感が湧かないそうだな、やっぱり本当に本当に私の人生を変えてくれた場所でもあり、私自身を変えてくれたのがポップティーンでした。すごく今自分の中で混乱していて、伝えたいことがいっぱいあったんですけど、心のどこかで卒業っていう今向き合った時に戸惑ってる部分があります。本当に本当にこの6年間皆さんのおかげで今日という日を迎えることができました。またどこかでポップティーンモデルとしての船山久美子は最後になっちゃうけど、またどこかで皆さんと会えることを楽しみにしています。本当に本当に今日はありがとうございました。卒業されるクミッキーに、今一度皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。6年間お疲れ様でした。じゃあいきますよ、はい、せーの、クミッキー、ありがとうございました。だから最後にお辞儀して終わりに行った意味らしいですよ。手を挙げてなんかお任せした方がよろしいですか。せっかくだからみんなでありがとうございましたっていうね、今日長い間みんなずっと立って声援を送ってくださった皆さんに
お礼を言って終わりにしましょうか。じゃあ地声になりますから、一回みんなちょっと静かにしてもらってね。はい、メッセージ、はい、じゃあ組木のせーので皆さんでありがとうございましたで礼をしましょう。じゃあ組木お願いします。ということで以上をもちましてポップティーン夏の新劇祭2014終了とさせていただきます。改めまして出演者の皆さん、そして本日ポップティーンを卒業するクミッキーに今日一番大きな拍手をお願いします。おめでとう卒業。おめでとう卒業。おめでとう。おめでとう。ありがとう、お疲れ様でした。